しまった。しまったカピラボ。皆さんどうもこんにちは。カピラボのカピさんです。今回は前回ばらしたパーツとコツコツ集めていたパーツを使って組み立てをしていきたいと思います。長くなりそうなので早速前回紹介してないパーツ紹介から。それでハドゾー。まずは CPU。CPU はハードオフで1万8000円で購入した i7-9700K。これはリマークだと思ってたやつなんですが、普通に動作したやつですね。今回はこの CPU を使っていこうと思います。次にマザーボード。マザーは ASUS の ITX マザーを使用していきます。これはピン曲がり個体ということで、ハードオフで6600円で購入したのですが、これもまたラッキージャンクでした。曲がってるか曲がってないかわからない程度でした。動作も問題なし。それで歯を次。お次は CPU クーラー。CPU クーラーも以前ハードオフで購入していました。価格は4400円。ノクチュアで ITX などにも合いそうなので購入していたのですが、まあ、いろいろあったんですよね。その辺は後々。お次はメモリ。メモリは G スキルのトライデント Z ロイヤルです。これは動画投稿を始める前にアメリカから輸入したやつですね。確かニューエッグで1万8000円くらいで購入していました。シルバーのヒートシンクがいい感じのやつです。あとは前回紹介したものだから、気になる方はそっちも見てください。それでは早速組み立てていきましょう。まずはマザーに CPU の取り付け。最近のインテルマザーの場合はソケットにこの黒いカバーがついていますが、基本的にこれは外す必要はありません。装着時に自動的に外れるので余計なことはせずに普通につけていきます。カバー外そうとしてピン折ったら目も当てられません。はい、このように外れます。これで CPU の取り付けは完了。お次はストレージ。今回はここに M.2 を取り付けます。ここの固定は基本的にネジ2本。アーマーみたいなのがついてるマザーでなければめちゃ楽です。これでヒートシンクが外れます。そうしたらこの部分の M.2 のスロットにストレージを取り付けます。ここはまっすぐに刺そうとしても刺さらないので斜めから。刺し終わったらネジで固定。装着はめちゃ楽です。あとはヒートシンクを戻して。完了です。お次はクーラー。ケースの設計上の高さには収まるのでこれを使用します。中はしっかり付属品と本体が分かれています。本体はこんな感じ。これ、下にファンがついている特殊構造です。ご覧のように上にはファンがありません。これはトップフローというよりボトムフローなのか？それにめちゃ薄です。でもこの段階でめちゃ薄だけに薄々嫌な予感が。とりあえず仮置きしてみました。そうしたら、つかないのか。マザーのヒートシンクが。はい。完成です。これが空冷の極みです。ここで少し心が折れました。メモリつけてから試してみるもやっぱり干渉する。完成です。空冷の極みです。こことここが干渉します。そしてここも干渉します。このヒートパイプがどちらにしても干渉するんですよね。これは完全にチョイスミスだな。ということで泣く泣くこのリテールにちょい毛が生えたクーラーを使うことにしました。ピエン。とりあえずグリス塗って、クーラーを取り付けていきます。これはバックプレートをつけてネジ止めするタイプ。4箇所ネジ固定するのですが、締めすぎには気をつけて。これでマザー側の準備は完了です。それではケースに取り付けていきましょう。あ、メモリの紹介を忘れてた。この高級感の塊を搭載します。実用性なんか皆無です。このメモリはラグジュアリー感を出すためだけのものです。以上。ケースはこのライジンテックのやつ。結構コンパクトでいい感じ。金属部分はヘアライン加工されてるから高級感もあります。中古で買った割には状態も良く、なぜか取り付け金具のない簡易水冷が入ってた。これは、さすがにゴミ行きですね。それでは早速組み込んでいきましょう。まずは電源からでいいかな。この ATX 電源を積んでいきます。本当は ITX 電源がいいんですけど、大容量 ITX 電源なんて持ってないです。かなり高額なんですよね。電源はこの位置に、この向きで取り付けをしました。この向きならファンが光るのが見えるんですよね。取り付けはこんな感じ。とりあえず電源から付けたけど、結果から言うと後からの方が良かった。次はマザーの取り付け。
やっぱり小さいケースだとスペースが少なくて大変。結構カツカツな感じですね。こんな感じで置いてみたけど、きっちり IO パネルに合わせてはめてもスペーサーの穴位置が合わないんですよね。たまたまこの個体が悪かったのかもしれんけど、高級なケースの割に精度が良くなかったです。めっちゃ強くパネル側に押し付けないと取り付けできなかった。マザーとの相性かもしれんけど。ということで完成後映像で申し訳ないです。まあ、こんな感じにうまくまとめたんですが結構いろいろカツカツでしたね。この電源の配線はギリファンにぶつかってない感じ。そしてここに 3.5 インチの HDD を取り付けたんだけど、まあ狭い狭い。これ、かなり付けにくかったです。ITX はケーブルにどうしても負荷がかかるね。もう少しだけ余裕があれば。って感じ。そしてこのメモリ周りの配線、これは電源を一回外してから付けないと付けられませんでした。やっぱりこういうケースの場合はフルプラグイン電源がいいと感じましたね。電源外して、配線だけ先にやっておくと簡単でした。正直クーラーが気にくはないけど、まあまあいい感じに収められた気はしてます。そして反対側はこんな感じ。当初 RX5700 じゃないと入らないかなって思ってましたがなんと RTX2080 も搭載できました。一応接続はライザー経由面ですが、ここはしっかりしていていい感じ。今回が初ライザーケーブルになるので起動はどうか。あと、ケース配線なのですがこれはもう少し長さが欲しかったな。補助電源ケーブルはファンギリギリ。結構綺麗にできた自分を褒めてあげたい。これ、かなり時間かかりました。もうバラしたくなくなってきた。ということで起動して全体を見てみましょう。それではスイッチオン。はい、控えめなパチンコ台が出来上がりました。なかなか綺麗ですが、CPU ファンが気に食わない。なんかさ、ちょっとダサいですよね。そこがカピラボらしいけど。反対側はこんな感じ。グラボが光らないからこっちは控えめかな。やはり気になるのはケーブル。ここの配線はなんとかしたいかも。とりあえずこんな感じで組み上がったので、最後にベンチマークを取ってみましょうか。まずシネベンチの結果はこんな感じ。はい。なんか若干全体的に低い感じがするぞ。まあ、OC なしなんですが多分 R15 で100くらい低い。多分メイン機だからバックグラウンドで色々動いてるからだな。最近前3のスコア見てたから低く感じるけど、これだけあれば十分すぎるくらい。5950X で1万超えとかすごいよね。それではお次はゲームベンチ。FF14 と FF15 のベンチマーク結果はこんな感じ。両方ともフル HD のフルスクリーンのスコアとなります。やっぱり RTX2080 は強いね。3000番台と比べるとかすんじゃうけど、全然戦えるスコアです。当初売って入れ替えも考えてたけど、まだしばらく使おうかな。これで不満感じたこともないしね。新型のラデオンは気になってるけど、値段次第かな。ということで仮メイン PC を作りましたが、ITX ケースは詰め込むのが大変ですね。ミニ PC は好きだけど、ITX はいろいろ考えなきゃいけない部分が多いと思いました。次やるときはもっとしっかりやりたいと思います。もうバラしたくないけど。では今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。バイバイ。最近ダメーの連発ばっか。心がボッキボキ。ダメー。